姶良市の農産品販売所です。朝から訪れている客のお目当ては豆腐を待っています。今日来る豆腐はね、すごくまだあったかくて美味しいと思います。もう帰ったらすぐ食べます。豆腐が販売されるのは毎週火曜と金曜の2回のみ。店頭に並べばあっという間に完売する超人気商品です。醤油かけて食べると最高です。いつも注文してます。ここをあげたんですよ、近所の人に。そしたら、あの豆腐は違ってるよねって言ってね、もうとっても美味しいです。すぐ売り切れてしまうんですよ。もう柔らかくて違っていますよ。こっちに。ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんな。この日も1時間足らずで完売しました。作っているのは姶良市梶木町小山田地区の女性たちによる農産加工グループです。リーダーの前田美恵子さんは農業の傍ら豆腐を作っています。大豆の濃度にもこだわってます。いっぱい入ってます。だから濃厚ですね。大豆をふんだんに使った木綿豆腐。美味しさの秘密は高温の圧力釜ではなく平釜を使って手作業でゆっくりと大豆を煮ることです。平釜ですることによって香りを残すとか、まあ、風味を残すとか。多くの人に愛される小山田地区の豆腐。しかし作り手が高齢化し2年前に活動を停止。その味は一度途絶えました。最初の立ち上げからここに関わってたんですよ。だからここがなくなるのがやっぱり寂しい方ですね。復活したのは今年6月。そのきっかけを作ったのが農家の長吉和也さんです。長吉さんは以前は会社員でしたが9年前に退職し就農。農業未経験の長吉さんを支えてくれたのが前田さんでした。もちろん野菜の作り方もそうですし、もうすべてですね、はい。まあ、前田さんいなかったらまあここまで続けてられないんじゃないのはもう間違いないですね。言われればノーとは言えないっていうか長吉さんに脇が甘いって言われるんですけどねお世話になった前田さんに恩返しを。思い立ったのはかつて前田さんが大切にしていた豆腐作りの復活でした。本当は作るだけだったらしたいんだっていうのは聞いてたんで、じゃあ作るだけの環境をまあ頑張って作ってみて、それしかもうそれ以外俺返すものがないんで長吉さんは会社員だった経験を生かして材料や販売先の確保、グループの管理運営を担当。製造は前田さんをはじめ声をかけて集まった地元の女性4人が担います。誘っていただいて本当いろんなことを学びながら、はい、やってます。楽しいです、すごく、はい、やりがいがあるしですね、はい。地元では豆腐作りに必要な大豆を生産する動きが広がっていて、 JA 姶良によりますと姶良市内の大豆の作付面積は昨年度はおよそ4600平方メートルでしたが、今年度は4倍近くのおよそ2万平方メートルまで拡大しました。さらに豆腐の販売先も徐々に増え、現在は姶良市や国分を中心に9カ所で販売。豆腐が店に並ぶ日は客が増えるといいます。前の豆腐が復活したなって言って皆さん喜んでいらっしゃいますが、私も買い物に一人です地元の人の力を引っ張り上げていくわけでしょ、長吉さんがリーダーになって。でもう本当にいいことだと私は思っておりますが、もう
美味しいよねって言ってくれるんで、ありがとうございますってもうみんなに伝えます。必ず伝えて、そしたらやっぱりモチベーションも上がっていくし、作りがいもあるかなと思って。頑張ってください。ありがとうございます。お互い恩返しの気持ちから始まった豆腐作りは、周囲を巻き込みながら地域を活気づけています。みんなと触れ合ってっていうか、でお客さんにも受け入れていただいて、楽しいですね。楽しくするっていうのがもっと、長吉さんがそれを私たちに言ってくださったから、みんなと楽しくできたらなと思いますね。もう本当ちっちゃなことで、最初の初動とかっていうのは、初めて見れば地域の商店のおばちゃんだったりとか、そこに買いに来るお客さんとか、結局みんなで盛り上げてくれてるんじゃないかなと思いますよね。この地域全体がですね、そういう風に少しでもなんか活気づいてくれる。